4月7日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送飯田浩次の OK コー,ージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます、日本放送アナウンサーの新業一花です、日本放送飯田浩次の OK コージーアップ、このあと8時まで生放送です。 いやーなんかコロナウイルスのね一連のニュースもうここ2か月、3か月ぐらいずっとそれに追いまくられてるような感じで、はい、ね気付いたらさこのスタジオの外は明るくなっていてう番組が始まる頃にね,ね。 いやーなんか時がたってるなという感じがあるんですがあの今朝、まあ、毎朝ねタクシーで送ってもらうんですけれどもあのふと信号で止まったらですね目の前に西の空に大きな月があってでそれがあのマンションとマンションの間でちょうど見られてさあこんな風景があったんだってそういえばねずっとニュースに追われてスマホばっかり見てたんで <laughs> あんまりあこう空を見上げるってことがなかったなと思いました。 ななっっちゃったたと改めて反省をしたんですが、えー、そ,うそれで思い出したのはそう昨日はあの私、また近所のスーパーにです、ねえー、買い物に行ってアルコール消毒ねえなとかいろんなことを思いながら買い物したんですけど、うん、あのおめかししたお子さんにスーツ着たお父さん。 でお母さんもパリッとしたスーツでっていうね、はい、そうか、今日入学式があるところが多かったんだとそうですよね,ーねーメールもいただいてまして、チョココロネさんはあこの方、板橋区の方、えー、本来なら小学校、今日から新学期のはずでしたと、うん、いただいたんですね、えー、4年生に進級する孫娘も久しぶりの登校を楽しみにしながら、またクラス発表や担任の先生の発表も心配しながら昨日待ってましたと。 朝4時頃、学校からマスク着用での投稿のメールがあったようなんですが、届いた1時間後に、今度は始業式の延期のメールがあったようなんです。学校現場の混乱、想像できそうですと。確かに朝方に、 あの長官が届くとそこに今日にも緊急事態宣言というのがあってああこれだったら学校は止めなきゃというふうにね校長先生が判断したのかもしれませんけどもねえー、それにしてもどうなるんでしょうかと長コロネさんこの時代では保育園も閉鎖なんてことになったら子どもたち家族だけでは対応不能で当然私たちおじいちゃんおばあちゃん夫婦の影響にも影響が出そうですと。 いや、そうなんですよ。これね、あの、一言じゃなくって、昨日、まあ、緊急事態宣言いよいよ出ますねと、子供を夕方迎えに行って、園長先生とずっと話し込んじゃったんですけど、はい、じゃあ、どういう対応するんだっていうのも、いやー、これ、今、区の方に電話をしたところで、多分、取り合ってもらえないだろうから、待つしかないんですよね、と言いながら、まあ、でも、区によって、こう、対応が全然違うんだと。まあ、これ、あの、最終的には基礎自治体が多分、判断をするということになるので、で、あの、ある、 23区のうちでも、ある区はもう保育園も休園にしますという区が出たりとか、ある区は自,自粛という形で、とりあえず開けるけれども、親御さんにはできるだけ来ないでほしいというふうに呼びかけるというような、いろいろ。で、あの、飯田さんのところはじゃあ勤務はどうなるんですかとかね、あの、結構きめ細かく勤務を聞きながら、でもやっぱ、あの、そうは言っても保育士さんたちが、 預けている保育園が閉まっちゃうと、その保育士さん来らんなくなっちゃうみたいなことがあるから、そう,ね、うそうすると、あの、ちょっと保育の時間を縮小しなきゃなんないとか、早めに迎えに来てもらうとか、そういうことになるんですよ、なんて話をしてて。いややっぱ人じゃない、いろんなところにね、影響が出ると思います。まあ、身近にいろんな影響出てきてると思いますけどもね、知恵絞りながらやっていくしかないな、とうん思うんですが、まあ、お宅はどうなってますかその辺もね、えー、一緒に考えてね、ね、えー、そうは言っても遠くでなかなか助けられないっていうのはあるんですけど、知恵は絞ることできますから、 ぜひメール申し寄せていただければと思います。 さあ、最新ニュースをピックアップいたします。まずは、速報が入ってきたニュース、えー。イギリスのボリス・ジョンソン首相、まああの、かねてからコロナウイルスに感染をしていて、えーまあ、感染をしていて、隔離生活をしながら、まあ、この対応の指揮もとっていたということなんですが、昨日、検査のため入院ということが報じられておりました。で今朝方、速報が入ってきまして、そのボリス・ジョンソン首相が、 えー、icu 集中治療室入入りししたたというニュースが入ってきました、まああのー、その後の容態などについてというのはまだ情報が出てきてはいないんですけれども今のところイギリスはラーブ外相がこの首相職の任務を代行しているということで、えー、ラーブ外相は記者団に対してコメントをしております。まああのー 職務に関しては、えー、地滞なく、滞りなくやっていくということを言っていて、まあ、そこに関してはあ心配する必要はないとで、えー、ボリス・ジョンソン首相の回復を祈ると、まあ、各国の要人からもおそうしたツイートであるとか、声明が発表されているという段階であります。まあ、またあの新ししいいいい情報がが入り次第ここれにつててもお伝えしていこうと思います、まあ、一国の、まあ、トップが こういった形でコロナウイルスにかかるということになると、まあ、かなり衝撃的なニュースでもありますボリス・ジョンソン氏はまだ55歳ということなんですがちょっとその感染の仕方広がり方というのがヨーロッパ圏あるいはアメリカとアジア圏では違うなと、まあ、あの専門家の方、まあ、いろんな分析をしますけれども、まあ、そもそもコロナウイルスって結構アジア発症のものが多いから、まあ、それの弱毒的なものはアジア人にとっては、まあ、なじみはあるけれども ヨーロッパ人にはあさほど馴染みのない本当に新しいウイルスだから何の抵抗もできず免疫力もさほどなくう特に高齢の人を基症のある人というのは深刻化してしまうんじゃないかというような指摘もございます。で一方の日本ですけれどもえ緊急事態宣言いよいよ今日というところでまあ昨日は安倍総理大臣がまあ記者団の前でコメントを発したりとかあるいは小池由里 東京都知事が会見を行ったりといういろんな動きがありました、まあ、これについては後ほど次時台今日のコメンテーターの長谷川幸宏さんとまた深めていきたいと思います、えー、経済対策108兆円というのが、まあ、一面の脇のところであるとかあ一面記事のおサブ見出しで、えー、隠し報じておりますけれども、まあ、この108兆円ばかりが、えー、一人歩きするような形になっていますただこれ、えー、忘れちゃいけないのは事業規模というやつでありましてで でこの内訳については、さすがここは経済新聞ですね、日本経済新聞が詳しく書いております、まあ、詳しく書いてはありますが、1面で詳しく書くわけじゃなくて、2面にちょろっと書いているというところなんですけれども、まあ、これを見ますと、ですね、えー、納税猶予加算で膨らむという見出しが 寒い出しで立ってるんですけれどもこの108兆円の内訳を見ると、えー、通常の事業費の他に中小企業向けに実施する納税や社会保険料の支払い猶予を26兆円分加算しかつ2019年12月に閣議決定された26兆円の経済対策の未執行分も加えたためだと。 えー、2019年12月に閣議決定された26兆円の経済対策って、えー、書いてありますけどこれ要するにですね2019年前の年度の補正予算をぶち込んでいるわけですよ。前ののの年年度度金を今年度の事業ですよという,ふうにいやこれ、まあ余った 金なんだからどこで使ってもっていうのは確かにあるんですけれどもあの時もですね26兆円の経済対策予算ですというふうにダーンとこう見出しを取ったわけじゃないですか <laughs> これかぶってる部分があるんでじゃあ実質はどのくらいなのよっていうのをいや何かこれはまあ言っちゃ悪いんですけれどもまあ粉飾まではいきませんがちょっと水増しというかですねこれ大きく見せすぎじゃないのかというのがありますでその上事業規模ということはこれ 民間がですねお金を出したりだとかあるいはもっと言うとここはあの納税や社会保険料の支払い猶予とかあるいは昨日総理が発言していた中に民間も含めての融資みたいなで利子補給はするよみたいな話が出てましたからということは民間が貸し付けるお金とかもですねべて一色足になってこの108兆円に積み上がっていると一体じゃあ真水と呼ばれる、えー、財政出動の部分、まあ。財政を出動すると、まあ、それは直接的に GDP のに効いてきますから経済を回すことになりますから政府の支出ということで。これが一体いくらなのか 全くどこの新聞を読んでもわからないと。で、ちなみになんですが、えー、リーマンショックの後の経済対策、事業規模56.8兆円と言われました。じゃあ、その中で真水と呼ばれる実際の財政支出の国費は15.4兆円。これ計算するとですね、3割でこぼこしかないと。じゃあ、108兆円の経済対策で、えー、しかも社会保険料と前の年の、えー 補正予算の水増し分を差し引くとですね、えー、26たす26で54兆円を差し引かなきゃならないんですよ。で、そうすると、これ、えー、残るのは64兆円に過ぎない。その3分の1ぐらいしかあ財政出動がないとすると、財政出動は20兆円規模と、20兆円規模あるかぐらいのことになるんですね。そうするとですよ、財政出動20兆円規模っていうことになると、これはざっくりとした仮の計算なんですけれども、 これ、前々からあのそれこそ自民党で二階幹事長だとかあるいは岸田政調会長だとかいろいろな要人がですね だいいたこのリーマンの時の15兆じゃちょっと少ないからもうちょっと上乗せした20兆ぐらいだろうと言っていただくとちょうどうまいこと符合するんですねでこの20兆円というのは GDP500 兆とざっくり勘案するとその1割には全く満たずですね5%にも満たないたったの4%と諸外国は税金財政出動で GDP 比の1割ぐらいは 各国出しているにもかかわらず結局何かこの国は4%しか出さねえシブチン国家だったのかということになっちゃうんですがこの見出しからはそういうことは全く分かりませんよね私これざっくりとした計算すぎるのでちょっとあの精査は必要だとはもちろん思いますがしかしですね、えー、見出しに騙されちゃいけないという典型じゃないですかこれ。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、新庄アナウンサーの声なんですが、はい、26たす26は52じゃないですか。はい、本当にね、年、ね、を取ると計算ができなくなっていま <laughs> あれと思ったんです、私、ごめんなさいね、本当。今、計算してたんですけど。108兆から引くと56兆と。うん、56兆です。ってことは、これ、20兆いかない可能性あるのかなっていうね、うん、ことになっちゃうんですが、まあ、これは内訳が出ないと、何もわかりませんけれどもね。えー、さあ、ご意見をお待ちしております、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。 上げるニュース小池都知事の昨日の記者会見それから緊急事態宣言え昨日発表された消費者態度指数という経済指標そして、えー、コロナウイルスの経済対策についても長谷川さんに伺っていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです えー、後ほども取り上げますけれどもコロナ経済対策について新参者卓里さん、えー、財政規模108兆円前の年度の補正予算の余りかこういう政府の脱出をしみ癖がなくならないと緊急事態宣言も絵に描いた餅になりそうだなといただいております。 えまあこれについて、ね、後ほどまた議論していきたいと思いますけれども本当おっしゃる通りだと私も思っておりますそれからコロナに対応する医療者についてと千葉東金の太郎君からいただきましたこれからコロナ受け入れになる病院の職員ですマスクなど優先して納入してもら,えるんですかあもらえるのかすら不明な中の決定で不安ですと、うん、ああもう、ね、そもそもの物資も足りないと、うん、対応する職員は施設内でも隔離されておりますと、えー、医療者逃げることできません 給料少し減る程度でしょうがこの辺りの保証なども考慮していただけるとありがたいですとおいたただきましたうーん、まあ、これ医療者の方々別居する方も、ね、結構出ていたりとかこの方、太郎君もそうだそうなんですけどもこういうところの保証とかも一体どうするんだとんまあ走りながら考えていくしかないけれども前線の人たちが力を発揮できるようにやっていくべきだと強く思います。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。います。よろしくお願いします。 あの長谷川さんいろんなねテレビ番組などもご出演されてますけど、結構ワイドショーなんか見てると人の配置を工夫してみたいなね、昨日なんか ＮＨＫ にしたら ＮＨＫ の方も距離がさ、あの ＭＣ たちの距離がガンと広がってるでしょ。なん悪いんじゃないかってね。いや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 、そこなんかあたあんまり見ないけど、ひな壇バラエティのひな壇番組もちょっと。 見直してるらしいいやだから討論番組とかもね結構難しくなりますよねそう,そ,うそうなんですね、まあ、みんな結構ね、あのー、熱くなってこう広角泡を飛ばしながら,あら、ね、泡なんか飛ばしたら大変だっていう話ですよねほん <laughs> ですよねこのスタジオにもアクリルの板がきついそうそう今日は一つよろしくお願いします,ます、はい、お願いします ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらです 小池都知事臨時の記者会見東京におきましては、移動の制限など、強制的にこの宣言によって行うというものではありません、そして人と人との接触をできる限り避けていただくという趣旨をです、ね、ご理解いただいて、適切な行動をお願いするものでございます。もうう度言いいいまます都市封鎖という形はございません 新型コロナウイルスの感染拡大を受け緊急事態宣言が出される見通しとなったことについて東京都の小池知事は昨夜臨時の記者会見を開きました会見の中で知事は都民が一丸となってこの国難をどうにか早期に乗り越えていきたいと述べ外出の自粛を改めて呼びかけた一方都市封鎖いわゆるロックダウンとは異なり東京では移動の制限などを強制的に行うものではないと述べ冷静な対応を呼びかけました えー、昨日は東京都の感染者数は83名ということで、まあ、100人は割り込みましたが、依然ととして多いというとい、うんあのー、感染者数自体より経路不明のね、はい、感染経路不明の。 感染者がどんどん増えてる、<え>割合で見ると、昨日月曜日は83人中の73人、ですから88%、9割近くが経路不明だと、えーまあ、ここが心配ですよね、総数で見ても、例えば5日間で2倍になってるということですから、もしこのまま2倍、倍々ゲームでいくと、もう月末までには、もう1万人は軽く。 超える、うん、し実際は指数関数的に増えるって言われてて売買、はい、ームじゃないわけですから、ええ、まあそうなるともうそんな1万人どころではないと、うん、まあそういう見通しになりますよね単純計算で見ても。うんはい で、まあ、非常に危機的状況なんですが、<ー>昨日のその東京都の緊急事態措置、はい、まあこれ、どう見るかということですけど、うん、私は、ね、もうちょっと実は踏み込んでもよかったんじゃないかなと思うんですよ、<ー>でまあ、いわゆるロックダウンじゃないと言いながらもです,よね,そうですね。はい 感染を防ぐという意味では限りなくロックダウンに近い方が効果があるのは間違いないと、はい、でしかも一旦完全に遮断してですね感染数を乗り越えることができるあの減らすことはないし 一定に保つことができれば、ですね、うん、実はその後のいろんなものの回復も早いかもしれないんですよ。よく中国南京市のことが言われますけど、はい、南京ではもう完全に人波が戻った、うん、あその代わり外国から来る人はロホテルに完全隔離、はいまあ、全体主義の中国とはね、うん、比較しにくいんですけど、つ、うん、まり、あ、移動の制限を自主的にした方が回復も早い。 そいうことが言えると思いますね。 将来、やや中期的に見ると、じゃあ、移動制限、どういうこと考えられるかというと、例えば、昨日全然話が出なかった問題でいうと、首都高速の入り口を封鎖する、これは道交法なんかでできるんじゃないかって気がしますけどね、それから間引き運転もしないと言ってるけど、これも例えば、都営バス、飛ばす、あるいは JR なんかについても、協力要請すれば、実質的な間引きは可能じゃないかと思いますよね。要請 この形でしかできないけれども、一方で協力しない企業の名前は公表ができるとなってますから、そうすると、協力しないのってわけにいかないそれは、土地が JR にお願いすれば、JR は言うことを聞くでしょう、それからさらにもっと強硬な手段に近いのは、平日出勤の自粛を求める、私、このぐらいをやって、もうぎょっとして、もしかしたら混乱するかもしれないけども。 感染をとにかく抑えるという意味ではそのくらい踏み込んでもよかったんじゃないかと思います。 終電を早めるなどの措置は少しやるということですけれども、えーえー、ある意味じゃまだ、はい、まだ余地を残してると思い残し、てる、えー、し実はあの現実の,その民間の人たちは、はい、もう実質的にそう,そういう体制を取ってるんですよね、だって平日出勤なんかしてる人だって、はい、私の周辺で見ても、人並み、なんか3分の1ぐらいしかないですよ、3分の1、もっと少し減ってるかな。 この有楽町の周りは、ええ、まあ、この辺は大企業がっていう話なんですけど。ええええ、大企業は結構もう、人いないっていうね。ええ、でしょ半分か三分の一かっていうような感じな、ねでしょ。だから、実は民間部門はもう対応取ってるわけですね。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言、今日にも発令へ。医療現場ではすでに。危機的な、状況となっていることを踏まえ。政府として。 緊急事態宣言の準備をすべしとの意見をいただきました対象地域は七都府県東京都神奈川県埼玉県千葉県大阪府と兵庫県そして福岡県です 東京都内などで新型コロナウイルスの感染者急増を受け、安倍総理大臣は昨日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を今日7日にも発令する方針を表明しました。 総理は昨日の午後特別訴訟を担当する西村経済再生担当大臣や諮問委員会の尾身会長と会談して最新の感染状況を聴取してその後、先ほどのコメントに至ったというところであります、まあ昨日からすでに新聞や報道などがかなり出てましたけれども発令そのものは今日ということです。まあこれいくらなんでも遅すぎた、ね、遅すすぎぎたたね どう見ても遅い。だって医師会でしょ、うん、それから各あの、例えば大阪府知事や東京都知事も出してくれ。それから経済界だって同友うう会の、ねはい、代表幹事なんかは出せと言ってて。そうでね。まあ普通に考えてどう、あのもうどうしてこんなに遅れたのということですよね、うんうんで。その理由は、まあ私が思うに、これはやっぱり官僚、 の、うん、あの作った舞台に乗せられてしまった、はい、あのではないかなと、はい、つまりさ、緊急事態宣言、まあ今日出るわけですけど、ええ、まあ同時、ほぼ同時に緊急経済対策の方も出すわけでしょ。そうですねつまり にしたいといととうことでつまり宣言を先に出すとまあショックが広がってそうすると後に出す経済対策もっと出せっていう声が絶対高まるとそういう雑音を防ぐためには宣言と対策発表を同時にしたいとそうすると対策をまとまるのが実は今日2日だったもんですから2日まで何とか延ばそうと。日か今日まで 今日まで伸ばすと<ー>いうことだったんじゃないかなと、まあ、思いますね。えー、つまりま、これはまあ役人の思惑に<ー>がそのまま出てしまったなと、それがその遅れた最大の理由じゃないかと思いますよ。だって、どう考えたって、3月下旬ぐらいがまあ理想的で。はいうん えそれでも株価への影響で企業業績、まあ、決算期末ですからね、三月末は、はい、だからそのことを考えると、3月は年越えたいとなったら、えー、まあどんなに遅くても4月1日ではないかと思ったけど、えー、なんともね、それをさらに1週,ら1週間も経ってしまった、はい、あもうどう,どう考えてもこれは遅すぎるっていうのは。 あのーま、だ皆さん、リスナーの皆さんも感じていらっしゃると思いますよこれね、もともとはどちらかというとこう霞が関、官僚の皆さんをうまく使うっていうのがこの政権だった気がするんですが、うん、やっぱ形変わってきました、これは、うん、いやまあそこは。 確かに官僚の皆さんが動いてくれないとここ、いろんな細かい、はいえー、対策の作り方、まあ、法に基づくた作り方っていうのが、政治家だけのでは動かないけ,うんけども、はい、まあ、私なんか安倍政権を支持しているんですけども、まあこの安倍政権でもこれほどね、遅れてしまうのかっていう、もう正直、がっかりと。 ね今まで台風だとかの対応とかどちらかというとこの危機管理に関しては自信を見せていた政権だったんですがこここまで変わっっちゃうやぱりこれまで危機管理菅官房長官が、ねはい、中心になってまとめてたわけですけど、ええ、このところ菅さんの出番がずっと減ってるでしょ。 もうどう見ても。そういえばね、うんえー。定例の会見はやるけど、それ以外、ね。まあだから結局そこだと思うんですよね。あの司令塔が官房長官から、はい。ええ あどうやら別なところ、官僚、うん、軸としたラインに移った、はい、その結果、うん、まあこれだけ遅れに遅れたということで、普通のリスナーの皆さん、まあ、今さらやっとかと、俺たちはとっくにそうだと思ってて、自衛してるよという反応じゃないですか、だから、まあ、これからどれほど挽回できるか分かりませんけど。はい おまあこれから政府への信頼が失われると、こういう時が一番ね困るので、まあまあどれだけ巻き戻せるかっていうところだと思いますね、それからよく言われている理屈が、全国的に見たらね、東京、大阪はひどいけども、他の都道府県はそれほどでもないところだってあるぜと。 いう話あるけどだって、もともとこれは全国的なまん延の恐れっていうのが、まあ外れ要件にはなってはいるけれど、ええへへ実際にはこの,あの緊急事態措置をやるのは、総理も今、会見でおっしゃってたように、うん、都道府県別に分かれてるわけですよ。はい だからこの全国的なっていうところの解釈のところなんてはっきり言って理由にもならない、それから専門家の諮問委員会の解釈が必要だこれも理由にならない、うんうん、諮問委員会なんて別に持ち回りでやったっていいんだから、閣議だって持ち回りでやることしょっちゅうあるんで、そ,うですね、そんなこと、鉄議論は全く理由にならない、要するに政治決断が遅れたということじゃないですか。うんうん、そそれれから、ねまあ、それが一点ですよね、はい それとね、まあ、私、ちょっと気になっているのはね、ええ、この全体でちょっと混乱もしてるんじゃないかという気がするのは<ー>総理が言っている中でですね、はい、電車など公共交通機関は運行しますよと、はい、ースーパーなども引き続き影響するよと、ええ、いうこと言っているんですけれども。ええええはい とりわけその公共交通機関をどうするかって話はこれは総理の話じゃないはずなんですよね、うん、この法律の建て前から言うと。はい、だって、独創法の建て前は総理が宣言する、<っ>具体的な緊急事態措置な、何をするのかっていうのは、うん、各都道府県知事が指示すると、決めると、うん、こういう立て付けですから。はい 公共交通機関についても、実は東京で言えば小池知事がどう考えるかっていう話なんですよね。はい、だから小池さんが言うのは分、うん、かるけど、うん、総理が公共交通機関うんぬんするっていうのは、この特措法の立てつけだけで言ったら、本、はい、来ちょっとおかしいんですよね、はいあまあ、もちろん総理だから、やろうと思えばできる、別な法律を使ったってできるっていうことは十分なんでもあるとは思いますけども。うん そこは各都道府県の判断に任せるよっていうことな、はい、なになってるはずなんで、んまあここのところもね、ちょっとどういうことなのかなと、まあパニックを避けたいっていうこともあるのかなとは思いますけど、あ<ー>まあちょっとわかねて報道されているのは、はい、まあ総理官邸であるとかは、えー、 経済の影響っていうのも非常に気に気していきなり電車止めるとかっていうのをやられると経済の影響困るっていうのは、ねうんまあ、それがあの遅れた理由の一つでもあるんだと思いますねつまりあんまりショックを与えちゃって経済が窒息しちゃったらこれ大変だと、うん、とりわけあの霞が関の人たちから見たらそんなこと言ったら経済対策もっとやれっていう話になって財政負担がどんどん増すよねと。あそっちですか、うん まあこの後に及んで財政負担の話もあったもんじゃないと思いますが、えー、あでも、役人立てしてみたら、できるだけ財政負担を減らす方向、うん、まあとでこれ、実は、ね、あの経済対策の話はたっぷりありますけども、そういうこともありあ<ー>っていうことだから、経済のショックをあまり与えたくないっていう。うん ことは頭にあったかもしれないただね、私、先ほども言いましたけど、これはね、やっぱり一っでショックを与えるぐらいで、私、ちょうどいいんじゃないかと。世の中の空気をガラッと変える、それでさっきも言った、例えば平日出勤はやめてくださいと、この際、ぐらいを言ってですね。 そしたら移動はかなり止まりますよね、うん、そしたら一挙に感染がぐーんと減るということもあって、うんはい、そうなると一挙に緊急事態宣の解除も早くなると、はい、解除も早くなれば、経済の復活も早くなるんで、うん、結果としてお金があんまりかからないというふうに持っていくべき。 なんじゃないのかと法律に強制力がない以上は、この空気を変えることによって、人々の行動を変えるしかないんだって、もともと緊急宣言なんて大して強制措置ないんだから、法律を読むとそうなんですよね土地だの建物の強制収要ができるってことは書いてあるけども、それぐらいで、あとは全部、要請とですよね違反した場合も罰則措置はほとんどないだから、これはショック療法を求める政策手段なんですよ、本質的にはね、どっちかといえば。 だからそれから考えたら、食料をどうやって与えるのがいいかっていうふうに考えた方がよくて、え,ーうん、え何でも普通通り動きますよなんてことをまあ強調するのがいいか悪いか。 私はもっと率直にね、原稿読みながら語るんじゃなくて、率直に喋った方がいいんじゃないかと、これだけ危機的な状況なんだって、各国の首脳はさ、みんな紙読んでないでしょ、小池さんは元テレビキャスターなんで、その辺はお上手で、昨日も私、テレビ見てましたけど、会もう目があんまりした紙読んでないね、確かにそうですね、彼女はやっぱりそこら辺はなかなか達者ですね。そううい も含めてリーダーの。ーそうそう、リーダー。ここはやっぱりコミュニケーションが一番大事。だうん、だ小池さん毎日今もユーチューブで登場する。まあ総理もそれぐらいやられたらどうでしょうかねう。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。消費者態度指数。 内閣府が昨日発表した3月の消費動向調査によりますと向こう半年間の消費者心理を示す 2, 2人以上世帯の消費者態度指数は前の月と比べ7.4ポイント下がって30.9でしたこれはリーマンショックの影響があった2009年3月の29.4以来11年ぶりの低さとなっております調査を実施したのが3月15日ということで その後さらにこの感染が広がっていることを考えると、はい、まあこんなもんじゃないんでしょうね、えー、今は測ったらね、よくリーマンショック波とかなんとか言われますけど、うん、もうこれはもうリーマンショック、とっくに超えてますね、はい、大恐慌波と言ってもいいぐらいじゃないですか。はい で消費について言えば、これは下がるのも当然、だって消費するっ,たって今さ、何買うのと、外に出ちゃいけないっていうのにさ、うん、消費しようもないよね、はい、うなので、これはどんどん下がっていくでしょう、ただしですよ、ただ,しただし私、今、新型コロナが終わった後のことを考えているんですけども、いずれは終わるとしてですよ、はい、まあそうだとして、うん。 えー、その時にじゃに消費はどうなるのかというと、私、結構ね、V 字回復というか、うんあ、一挙に戻るというか、前の水準までいかないまでも、かなり急角度で上向きになるんじゃないか、えー。 っっていうふうにちょっと思うんですよねなぜかというとだ,だ,、うん、だって今さはっきり言って皆さんもそうだと思うけど、はい、もう家に閉じこもっててう,ん、う,つうつとしした気分でしょそれで外出自粛が解けて感染も,もこれで終わったと、うん、いうことになったらさあ今までっ、ねね、<laughs> てた分我慢してた分を一気に吐き出すぞみたいな。<laughs> 気持ちになりませんもう私なんかもううずうず,うず,うずしててさ。<laughs> いそうですよね。あ,<ー>あとはそこまでに<う>まあこれあの後ほど解説いただきますけど、はい、そこまでに生活の基盤であるとかが壊れずに残っているかどうか。いやいやいやまさにその問題があるんだけど。うん、その問題あるまあ、残っていればとしてしかも、ええ、あの。 急に、まあ、幸いにもコロナ禍が早く終わるという前提ですけども例えばこれが1年も2年も続くなんてことになっちゃったら確かに家計自体が沈んでしまうと、えー、いうこともあるよねと、うんまあ、これがでも、まあ、そういうふうにちょっと明るい期待もしたいということが消費<え>、まあ、については言えるよねということが一つ目ね。ね、うんうん、もうう一つ経済全体で言うと、はい これ明らかにもう絶対起きるのは、もう中国批判が高まりますよ。ええ、もうアメリカではすでに対中避難決議案も出ていて、中国に巨額賠償を求めると。ええ、そうですね。あこういう裁判も。そう、裁判も起きてるし、れね、それから議員さんが上下両院に決議案も出してる。この動きは必ず強,強まって、 結果として対中批判が強まる、はいで、一方、中国からの脱出も強まる、うん、企業もですね。はい、となると、例えば一番嬉しいのは国内に工場が戻ってくる、はい、あるいは他国に工場を移転する、うん、まあこれは要するに引っ越しってことですから、設備投資になるわけですよ、えー、そうするとそこの部分の需要っていうのもまあ出てきて、ですねあそまあこれは下支えぐらいの効果しかないかもしれませんけど、そういうこともありうるねと。うん うん、思うんですねつまり、いずれにせよ、世界経済がまあち、うん、脱中国ということで、はい、まあかなりの規模で再編されることはもう間違いないとぐらいにまあ思うんですね、そうだとすると、それが経済にプラス出るかマイナス出るかっていうことですけども、えー、必ずしもマイナスばっかりではないと。ある意味、コロナからの復興需要みたいなもんですありえますね。うんえー、ありえると思います うん、まあそこへ至るためにもやっぱ先ほどのお話もありましたが早めに。 そう早めにもう手術を根本的な手術に踏み切ってしまった方が回復も早いんじゃないか中途半端なことをやって、はい、段階的にあの強化していくということになると、はい、ますます気分が落ち込んでいくとだから、確かに最初は多少の混乱はあるかもしれないけども、はい、思い切って。 えー、平日出勤の自粛を求める、あるいは首都高速の入り口を止めるなどなどして、うん、でも、ですね、えーえー、要するに感染拡大をまずは防ぐと。うん まあ、こっちのほうが回復も結構早いんじゃないのというふうにまあ思うんですけどねうん、まあ、あの諸外国の例など、はい、結構今日の新聞でもいろいろ出てますけれども、例えばアメリカなんかは、確かに大統領の権限はそれほど強くないけれども、なん、はいはい、といっても州だとか市だとか、はい、地方自治体が独自の権限でそうそうえ行動をかなり制限したりとか、はいね、私の権利、私権の制限ができる。はいそうですね だからまあよく言われるのはニューヨーク州のクオモ知事がまあ毎日会見して,てでまて相当ドラスティックなことやってるけどクオモ知事、昨日だったかな会見したけど死者数が減ってるでしょそれからなんか今、ピークを迎えつつあるんじゃないかっていう報道がありえニューヨークのダウ平均も急反発してるでしょ。 まあ、それを受けて日本もですけど、だから、それは案外これは、まあ、大統領の言葉を借りれば、トンネルの先に光が見えた。見えて、見えてい、いると。はい。まあ、そういうこともあるんで、それは、まあ、はっきり言ってニューヨークも、それから。 隣のボストンなんかでもそうですけど、はい、日本よりはるかに厳しいロックダウンをした結果こういうふうになってる、うん、ということなんで、まあ、この辺は大いに参考したらになるんじゃないのかなと思います、うんはい、電車の運行に関してっていうのはたくさんいただいてますね、えー、メールです、ハッシーさん横浜あ神奈川県横浜市港南区の方。 混んでる電車一番の危険だと思います。ですんで、電車の本数の削減反対です。電車今でも混んでるんです。会社を休みにするのが本質だと思います。えー、勇者悟さんツイッター、えー、鉄道の、本数の減少、えー、企業の活動の自粛とワンセットにしないと混雑が激しくなくて逆効果だと。うん、えー、俊介おじさんさん、えー、マビ間引き運転なんかしたら電車の中がさらに三密化してしまうと、えー、いただきました。 うん、まあまあ、その通りでしょうね。うん、まあだからこそ、平日出勤の自粛、うん、つまり会社休みにしろと、うん、いうことを政府が言えば言い訳になるじゃないかと。うん、サラリーマンの方たちもね、うんはい、自分からは言い出しにくいけど、政府が言ってんだから会社休むの、休むの当然でしょと。そうだ こういうふうになるべきですよね。まあ、日本放送だけやってりゃいいですよいやいやいや。これがね、やっぱみんな出てくるから出なきゃいけないかなとか、あ,あとは、家にいても居心地が悪いから出てかなきゃなとかね。<ー>ううじゃあ、まず平日出勤一番。うん、それで、それが全部徹底したら、まあ、右運転。うん、あまあ、この順番かな。そうですね。いや、リスナーにも皆さん教えられましたね。うん <laughs> 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。新型コロナウイルスの経済対策総額108兆円。過去にない強大な規模となる GDP の2割に当たる事業規模108兆円の経済対策を 実施することと出しました安倍総理大臣は昨日新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策の民間支出も含めた事業規模を総額108兆円とすると表明しましたこれは GDP のおよそ2割にあたりこれまで最大だったリーマンショック後の2009年4月に決定したおよそ56兆8000億円の2倍近い規模となります えー、20年度補正予算案とともに今日閣議決定の予定とお、午後にもとなっておりますが、 うん、これ、まあ、飯田さんもよく,よ,くよくご承知の通り、<い>事業規模じゃなくて、はい、いわゆる真水部分、えー、財政支出プラス減税部分、うんうん、これが GDP 比でどのくらいになるかっていうことが、まあ、最大の問題なんですよね、はい、どうしてそんなこと言えるか、まあ、これは経済政策というか、財政政策のいろはみたいな話なんですけど、はい、真水でなければ、需要喪失に役立たないということなんです、うんはい だからまあ財政支出プラス減税。はい まあ両方がっ真水っていうのが、普通のまあ定義的な理解ですけど、うん、さて、それでその漢字のじゃ真水、どのくらいなのっていうことが、はい、まあ今日の新聞私、ま、私、ざざざって見た感じだけど、どこも書いてないですよね、えー、そうなんですよね、えーまあ、経済記者さんたち、全く分かってないね、うん、これ、発表された時にに、真水いくらですかって聞きゃいいだけなのに誰、誰も聞いてないってことでしょ。中身にに関ししててててのの説明っっいうのは必ず記者に対してってやり そうそう、やるし、だから財政進出の純粋な部分と、減税どのくらいですかっていうふうに聞けばいいだけなのに、うんうん、これがのどこにも載ってなのは日本経済新聞含めて、載ってないということは、経済、はい、記者さんが取材してないってことでしょう、うんまあ、あるいは財政、財務省がしゃべらなかったのかもしれないけど。はい だから、評価のしようがないっていうのが、まず一つ目なんですよ。えー、ただしですよただしあの、つらつら見るに、はい、まあ総理はあの現金の要するに給付金、うんえー、これがまあ6兆円ぐらい、ね、と,言われと言ってますからす、ねすね、総理が言ってますから。 これが真水だとしたら、6兆円だとすると GDP500 兆として、まあ1%ちょい。ちょいですね。1.0、はいくつぐらいでしょ、うん、話にならないですね。1%じゃ話にならない。だって、もう先ほど言ってる、言ったように大恐慌並波っていうことで考えるとですよ。はい、まあアメリカはそういう構えでトランプ政権やってるんですけども、えー アメリカの財政経済対策は2兆ドル、うち真水部分は1兆ドル強と言われてます。はい、で GDP で見ると、アメリカ20兆ドルですから、はい、つまりざっくり5%、5うん、それに比べて、もし6兆円が、総理の言う6兆円が真水だとしたら、1%、1> うん、5分の1、1> うん、アメリカの GDP 比で、はい、まあですから話にならないと。えー ということなんですよ、うんでまあ、そうだとすると、これ、リーマンショックにも当時の麻生政権の時の経済対策にも及ばない、はいはい、だって、ね、あ,のあの時麻生政権は、うん、あ真水部分で15.4兆円と言われてますから、えー、だから今回6兆円だったら、リーマンの半分以下でしょ、うんだからそこから見てもやっぱり話にならない。えー えー、ということですね、うん、この給付についてというのは、ね、いろいろいただいてますが、はい、こちら51歳の会社員恵子ちゃんパパさんは千葉・船橋からいただいています、はい、一律30万円給付ちょっと納得いきません、えー、私はガス会社の勤務ですから当然在宅勤務およびテレワーク等とは無縁です、うん、毎日感染の恐怖とも戦いながら勤務し手取りはこの給付に届きません、うん、どの程度の減収対象か分かりませんがもともと月収ベースで高所得者も対象になり私たちみたいな給与所得者は えーよりも高額な給付を受けられるのはどうかなって思います一1世帯だったら単身者も対象ですよね、うん、どうせなら全世帯一律対象にしたらと思っていますがどうなんでしょうかと、うん、まあ他にも物流ドライバーさん52歳のラジオネームキャシャーンさん。 えコロナに対する給付金ですが、経済を考えて物流を止められないのは分かりますけれども、うん、動いてる以上はコロナにかかるリスクが大いにあるのに、給付を受ける対象にはならないんですよね、これ、おかしくないですか、うん、頑張ってる人ほど報われないと、どうなんだと、だから、一律、まあ、一律いうのを人数にするか世帯割りにするかですけど、一、はい、世帯あたり、例えばもう全部、一律10万円とか、20万円とか、こっちの方ぐらいの方がはるかに分かりやすい。はい えけども、一律っていうのはもう財務省絶対反対で所得制限かけるわけでしょ、ねはい、でもね、所得制限かけるってったって、うん、あの所得なんか。 今、役所は把握できないんですよ、うん、把握するのは確定申告の後ですから、1> 1年に1回来年の話でしょ、はい、今、所得がどのくらい入ってるかな、な、えー、またそこが分かってるから、今回のこの話もお自主申告制にしましょうということになってるんだけど、うん、つまりね、所得制限、今できない、はい、えとなったら、まあ、一律のほ分かりやすい、えー、ところがまあ今の,この政府がは考えてる、まあ今日発表になるやつだとですよ。はい 住民税が非課税以下の世帯ということですから、はい、まあざっくりこれ1000万世帯ぐらいかなと。はい、トータルでは全国5800万世帯ですから、うん、まあはっきり言って6世帯に、6人に1人、6世帯に1世帯しかこの対象にならないということなんで、まあ、お怒りも最もだと思いますね。 まあねあので所得の制限もついてとこれ、うん、あの一律でやろうとするとあの必ず文句が出るのが、うんうん、その貯金になっちゃうじゃないかと、えー、そうしたら効果が半減してしまうんだとか、えー、そういうことを言う人がいるんですけど、えー、いや困ってる人は貯金なんかしてる余裕ないでよ、ね、うん、しる余裕なねそうそっちの反論だって当然ある、うん、だからまあこうどうしても高所得世帯にまあ不公平じゃないかっていう議論があるとすればはい。 来年以降の確定申告の中で、それは調整すればいいと、事後調整する方向だって、はい、まあ十分ありうるなと思います、それとね、これも言っておかなきゃ、はい、これね、せっこいなと思うのは、この108兆円の中にさ、うん、今年の本年の予算の未消化分、もう、えー、2019年の補正予算の未消化分未消化分、はい、が立ち上げてあるということっですい だもうひどいね、これ、つまり4分の1はさ、ええ、二重計算じゃん、これじゃんそういうことですよね、そうだよね、でもう一つの,あの4分の1の26兆円分、うん、税金とか社会保険の納付猶予っていうのもあって、これじゃあ、とから取られるってことじゃないですか1年以降,以降に取ったら、結局それ、それが26兆もあるでしょ、ええ、だから今の前の使い残しが26と、はい、その猶予が26あったら、合計52兆、ええ、半分、一気に半分になっちゃうよ。 本当ですよね。これはね、ちょっといくらなんでもね、い108っていうのがいかに水増しの大風呂敷かっていう話ですよね。えー それに加えて58兆の中の本当の真水部分が6兆円だとしたらこれはもうお話にならないレベルであ今日の,ねそのまあ会見も総理あるということですから詳しくどこまで説明なりあるいは数字が出てくるの多分記者会見どっかのテレビが生中継するでしょうから経済記者さんがいるかいないか知らないけど真水はいくらですかって質問が出るかどうかこれを見れば今のマスコミっいうのがどの程度のレベルかっていうのはよくわかると思いますよ、うん。これしか 一社一人に制限するみたいな話がまた出てるじゃないですか、うん、しかも真水部分の質問は事前に提出でしょう多分ねああやるとしたもやるとしてもねそしたらそういう人は刺されないかもしれないななるほど、うん、でもね真水の話なんて常識中の常識で僕がパパッとインターネットで検索してる世耕さんだってよ、はい、元ほら経済大臣経産大臣の,経大臣のケ、はい、世耕さんだってええ まあ、水が肝心だよと、で、真水で、彼が言っての三十兆だったかな。ああ、二十兆だったかな、とにかく真水で、G. D. P. の。要するに失われた分を、全部埋め、埋め戻すぐらいじゃなきゃダメだっていうふうに、彼が言ってるぐらいですよ。三十兆として、ようやく G. D. P. 比で五パーセントちょっといくかどうかですよね。まあ、五点いくつが、なんなんでしょ二十兆だと四パーセントぐらい。まあ、今 G. D. P. 五百五十兆だって、ええ、そうですからね。まあ、だから。 アメリカの波といことだったら55兆円ぐらい、はい、アミ水分がなかったら、アメリカに匹敵しないんですよ、6兆円だったら話、全く評価の外ですね <laughs>、はいえー、新型コロナウイルスの経済対策についてもお話しいただきました今日も、ポッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただき、ありがとうございました。 この飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください さらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください